皆さんこんばんは。クレモナモダンタンゴラボラトリーバンドマスターのピカリンです。注目の音楽ニュースということで、この何日か間の気になる音楽ニュースを私が勝手にセレクトしランキングするクレモナ通信のお時間です。注目の音楽ニュース第5位、なぜヨルシカは熱狂的なファンを獲得したのか、その芸術論を分析という記事が上がっています。今まあ特に徹底的に売れているアーティストさんなんですけれども、まあ、私の中ではですね、まあ、少女趣味な感じだと思っていて、まあ、どうかなと思ってたんですけれども、しかもまあギターロックで、まあ、海とか、まあ、少女とかってなんかちょっと一昔前のサブカルを思い出すような感じではないかなというふうに思っていたんですね。ただ作品の中にベートーベンのピアノソナタが出てきたり、まあ、ちょいちょいこうくすぐってくるんですよね。小説、まあ、物語と、まあ、音楽っていうのをしっかり融合させていて、この安定したこうプロットみたいなのは通好みと言わざるを得ないんじゃないかなというふうに考えています。まあ、もっとですね、他のインディーズのアーティストさんとかもこういうの勉強、こういうその手法というか技法みたいなのを勉強したらいいのにって思っております。注目の音楽ニュース第4位、第6回ダデウシュ・ブロンスキソロバイオリンコンクールで栗原一生さんが第1位を獲得ということで、まあ、ポーランドで開催されました。ショパンコンクールが、まあ、中止されるくらいのことになっていて、まあ、ロックダウンしてもう渡航も大変な状況だったので、まあ、とても狙い目だったのかもしれないんですけど、まあ、すごいですよね。もうおめでとうございます。コンクールの様子はサイトから動画をご覧いただくことができるんですけれども、非常に力強く演奏されていて、そして澄み渡っているこの音色が私はとても好きです。同世代の演奏家がどんどん世界で活躍していって、もう私たちも負けてられないなというふうに感じています。注目の音楽ニュース第3位、チューリッヒ歌劇場開幕はカールマンのチャールダッシュの女王ということで、オペラでの飛沫感染も問題になっているんですけれども、狭いオケピットも、かなり密です。入ったことあるんですけどめちゃくちゃ密です。オーケストラのクラスターを予防するために、宝塚歌劇は、まあ、ついにあの OK の録音で、公演をしていますが、この、チューリッヒ歌劇場はリハーサル室で演奏したオケをスピーカーから流す、まあ、このままだから、モニターを見てこう生で流すという状態ですねを、撮っているみたいです。こっちの方がいいんじゃないかなというふうに思っていて、同作品は第一次世界大戦時に初演された作品です。戦時下の不安を背景にした演出が、まあ、音楽に、まあ、現れている作品なんですけれども、パンデミックの不安の、まあ、今日と重なってとても面白く、感激させていただきました。ぜひ皆さんもご覧ください。注目の音楽ニュース第2位、改正著作権法が成立、違法ダウンロードなどの対象を拡大しているということなんですね。皆さんの知らない間に著作権っていうのはどんどん改正されていっております。今回は違法ダウンロードが、対象にしているんですけれども、これを学校のリモート音楽の授業などに当てはめると、まあ、おそらく違法になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、教育っていうのは、まあ、聖域だというふうにも安心して他者の権利を侵害しても平気な教員先生たちがいたら、まあ、もしかしたらもう気づかないうちに多くの人がこうなっているかもしれないんですけれども、これを機に改めてほしいなと私は思っています。この問題は絶対に反対意見が続出とすると思うので、私は絶対に一切意見を受け付けません。まあ、だってまあ私の意思は絶対に変わらないと私は思っています。注目の音楽ニュース第1位、バンクシー展天才か反逆者か、これがですねついに大阪に上陸するということで、もうとっても楽しみな、ニュースです。こちらがついに始まるということでですね、まあ、バンクシーっていうのは私たち、まあ、クレモナをはじめ、まあ、世界中の多くの若手の芸術家に影響を与えているアーティストですもんね。本当にすごいです。
最近はですね、ロバート・デル・ナジャのポッドキャストなんかでも話題になってるんですけれども、まあ、彼らは確かに反逆者ですし、まあ、もしかしたら違法な行為なのかも知れないんですけれども、芸術家が常に反体制であるっていう、まあ、そこで物を言っていく、物を作っていくっていうのは素晴らしいことなんじゃないかなと思っていて、私たちのサイトスペシフィックの原点がここにあるように感じています。お時間ございましたらぜひご覧ください。注目の音楽ニュースいかがだったでしょうか。それではまた次回、アディオス。